桜火公園は、栃木県宇都宮市桜4丁目にある都市公園である。公園の種別は、近隣公園。宇都宮市が国から土地を借りて、昭和40年度国庫補助事業により、公園を整備した。1960年の開園当時は、西原町という町名から、西原公園であったが、1994年までに、現在の桜火公園に改称された。巻き替え形状の滑り台が設置されていることから、貝殻公園と呼ばれることもある。公園の駐車場はないが、公園に隣接して、栃木県立美術館、第2駐車場がある。ABCDE、宇都宮都市計画の決定概要1、栃木県。2021年5月23日閲覧。宇都宮市の公園緑地平成6年、宇都宮市都市開発部公園緑地課、編1994年、2007年度版子供と、出かける栃木遊び場ガイドメイツ出版2007年、栃木県立美術館案内図。栃木県立美術館。2021年5月23日閲覧。宇都宮市の公園緑地平成19年度、宇都宮市都市開発部公園緑地課、編2007年 AB、子供と出かける栃木遊び場ガイドメイツ出版2001年4月、P35@AB、宇都宮市の公園緑地昭和58年、宇都宮市都市開発部公園緑地課、編1983年。ありがとうございます。